目に行った店、素敵なところさ、バーバーショッピング。ドアを開けるとグッドな予感、こいつは何かに笑ってくる、俺のハートにビビンビン。今回はですね、碓氷峠です、ね、長野県軽井沢までもう少しのところなんですけども、旧碓氷峠の、メガネ橋っていうところに来てるんですけど、向こうに見えたのがメガネ橋で、レンガ造りのね、渋いですよね。でここもトンネルで、昔はなんか汽車が通ってたとかいう話をちらっと聞いたんですけども、さあ下界はかなり天気良くて暑かったんですけども、ここは標高1200メートルぐらいあるんで、途中雨もぱらついてたし、覚悟をしてですね、今日はもうツーリング用のオーバーパンツで、なんか雨がっぱかなんかよくわかんない格好なんですけども、でもここはですね、風は涼しくてちょっと肌寒いぐらいなんですけども、緑が青々してすごく綺麗なんですよね。なんか今日のその気分で、ちょっとハムリカをまた吹いてみようかと思います。バッハの曲ですね。題名は主要なんちゃらかんちゃらです。調べによってちょっと気分を表してみました。ではまたお会いしましょう。多分第3弾第4弾とツーリングレポートあると思います。いつの日かツーリングでお会いしましょう。ではまた、石村彦でした。 See you. She touched my hair. She touched my heart. She took my heart away.